どうもとピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエドスタトスロボス、さあ始まりました。ピスタチオのエトスパタソロゴスでございます。お願いします。どうもよろしくお願いいたします。どうも。さあこの番組はですね、はい、我々ピスタチオが、キコーナさん2店舗に行きまして、はい、ジャグラーを打とうという番組でございますけども、はい、全12回で、ビッグバケそれぞれ、33回ずつ当てたら OK ということでございますが、はいはい、毎回毎回ですね、その都度、ビッグ担当バケ担当に分かれて、はい、なのでビッグ担当がバケを引いてもそれはカウントされませんということで、はいはい、前回までですね、合計がビッグが11回、バケが8回ということで、はい、ちょっとその他4回ということで、はい、その他4回ということで、その他4回、はい、その他というのは2人の喧嘩が4回ありましたけど、ということは毎回33回たまったらどうなるんですか。ライジンでライジンでバチバチやります。ライジンでやります。はい、関係者の方見てます、許してくれますか、ね、はいはい、やります、ピスタチオの喧嘩。あ、本当ですか。やります、はい、まあ、それ行かないように、ね、したいですけどもね、はい、お願いします、はい、あのお願いいたします。そんで、はい、あの前回府中店さん行ったんですけども、はい、あの1万円僕貸しましたよね。はい、返してください。小沢さ、何よ。だからさ、もうそんなこと言う、言うよ、過ぎた話言う、過ぎてないよまだね。え、何言ってんの。そんな1、これが10万100万とかなら分かるよ。うん、お前さ、1万でそんな言う、やばい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 、コンビで、あやばいよ。いや、どうぞ。今なんかさ、福祉のさ、うん、アルバイト、うん、バイトしてますよ、ね、お子さんもいるし、してるじゃん、はいはい、時給1000円だっけ。時給1100円、10時間すれば1000落ちてくるからね、うん、何してんのあなた。いいじゃん、ね、自分で何言ってるか分かってんの。うわ、ちょっと、まあまあちょっと様子見ましょう、一回やってね。まあまあ、今僕の財布には1万2000円なんで、はい、返せって。違う、だから2000円しかできないじゃん。できないじゃん2000円じゃん。いくらですか、ね、財布の中に1万ちょっと入ってるよ、まず入ってるですよ、でも同じぐらいでしょ、うん、行こうよ同じで行こうよじゃないよ、スタートで、ね、ビッグタンとバケタンと決めなきゃいけないの、はい、まずは今回は、うん、白目、うん、片足立ち、うん、キープ対決もうあの聞か言わずもがな、はい、ルールも分かったわ、はい、でもあれでこれだとちょっと固定できちゃうんですから、うん、ここをちゃんともう直角に上げる、もう上げて白目です、うん、あの伊地さん、これ最悪もし俺たちがね、うん、バランス感覚がえぐかったら、うん、2分間ぐらいも白目の放送事故よ、そんなもん。行きます、それをお願いします。それはわかりました、ガチでね、ノーカットでお願いします、わかりました、ガチで。もう黙ってていいのね、じゃあ、はい、はい、それでは左足、どっちもいいですよ、はい、用意スタートいきますよ、はい、用意スタート。ちょっと待って、誰が判定するのこれ。ついた、正直、いや、ついてはない、ついてはないけど、こんなになってんのはありなん、はい、だってこう上げてますから、なってた、なってた、いや、なってました、なってたの、こうよ、2人で白い目向いてるから、はい、判定難しいけど、やる、もうオープニング長いから、長いから早くしてやるのね。やります、わかりました、わかりました、いきますよ、はい、よーい、スタート。もうスタートで来るんだよな、このスタートでバランス崩すね、いつも首振ることで。はい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 、ということで、じゃあ今は僕が勝ちましたので、はい、勝った、1万円はなしということで。違う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 、そのゲームじゃないの。え、長いから。1万円なしじゃないの。違うの、ビッグかバッグを選ぶの。あ、そうですね、じゃあ僕がビッグで、じゃあビッグね、じゃあバッケね、バッケで、はい、わかりました、はい、はい、それでは聞こうな、開いて行きましょう、行きましょう、はい、それでは本日も頑張ります、行ってきます。どういうことですか、はい、オリエンタルラジオさん、武勇伝の時のあっちゃんさん、8.6秒じゃなくて、あっちゃん、違うんです、ブームでの時のあっちゃんさんと、ね、あっちゃんさんで行きましたけど、はい、お願いします。店内入ってきました、行きましょうよ、行きましょう、行きましょう。ファンキージャグ、これじゃん、いいじゃん、これじゃん、ね、めっちゃいいじゃん、これです、はい、これ、はい、これ、そっけ、はい、これ、ああ埋まってるわ、一応取ってて、一応、うん、一応取っとこう、これは、これは取っとこう、これは、うん、え、これマイジャグ、マイジャグですね、この辺133分の1か、まあ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 、まあ、これもありだよな、これもありだけど、いいね、それもありよ、俺アイムやりようかな、好きだから、アイム行きます、うん、
俺ってもうあの結構これ芸能界で有名な話だけど、うん、アイム好きじゃん。全然有名じゃないです。結構全然有名じゃない。芸能界では知れ渡ってると思うけど全然知れ渡ってない。俺ってアイムジャグラー好きだからさ、これやろうかな。それいきます。小沢あっちやりたいでしょ。あっちやりたい。バカはなんて。バカあっちやりたいでしょ。アホがこれ打つのか。バカはアホはこれ打つのか。小市民がこっちやりたいんだろ。おいなあ、じゃあ私こっち行きます。え、低所得者ここ打つの。え、低所得者ここ打つの。てめえ金返せよてめえこの野郎さあ、ということで、はい、実践しましょうか。行きましょう。はい、あと小田さん、はい、これ事件なんですけど。何ですか。さっき俺ずっとアイムジャグラーアイムジャグラーって言ってたんですけど、うん、あのマイジャグラーを間違えて僕勘違いしてアイムジャグラーってずっと言ってました。なるほど。自分の中ではマイジャグラーって言ってたつもりなんですけど、つもりでアイムって言ってました。はい訂正します。はい、すいません。っていうあのチャメッケヒロちゃんからスタートです。いや自分で言うなって、はい、いきますよ。せーの。あ、ちょっと待ってください。マスカット揃ったんでね、はい、止まっておきます。ちょっと待ってください。また揃ってるんで、はい、ちょっと待ってくださいね。ずっと、なんこれ、ずっと公約揃ってる。ん？ん、ずっと公約揃ってるな。ちょっと待って。ああ、そういうことね。うん。なんだこれ。あれ？ずっと公約揃ってる。なんだこれ。ああ、始まってたのか。もう。どういうこと？え？え？やってた。はい。え、打ってんのもう8回転ぐらいやってんのかい。8回転ぐらい、はい、おいバカみたいに待ってるんで小沢さんが。やばいね。マイジャグいいね。確かにエトスパトスロゴスでマイジャグ打たないね、あんまりね。マイジャグいいよ。マイジャグ混んでんだもん、比較的。そうだね、人気だから。実はマイジャグが一番好きだったのね。マイジャグ一番好き。なんで。初めて付き合った彼女が、うん、舞ちゃんっていう名前で、うん、まあ、その後振られたんだけど、うん、やっぱり好きで、うん、その後何回も、うん、告白した相手が舞ちゃんだったんだね。それ俺の話だね。え？俺の話だよ。え？あんま名前言わない方がいいよ事実だから。うん、小田さんでしたっけ。そうです。ああ、うん、高校の時に初めて付き合った彼女の名前まいちゃんで、やめろよ。ああ、小田さんでしたか。おい、正直あんま可愛くないね。おい、一番可愛いんだよ世界で。最低だよ一番可愛い、ね、世界で一番可愛い。やばいよね世界で一番可愛いよね。当時俺本当にそう思ってたから、世界で一番可愛いと思ってたから。今は誰が一番可愛いの。それは奥さんだよ。あ、そりゃ奥さんよ。宇垣さんじゃないんですね。宇垣さんよ。おい宇垣さんなら奥さんも許してくれる。許してくれない。くれない、くれない、うん、くれません。それはくれない。くれないけど俺は行くちょっと待って、はい、くれないけど俺は行く。ちょっと待って、かっこよく言うね全然かっこよくない。許してくれないけど、ただ奥さんがその不倫を本気で許してくれてる人がいるんだよ。おう、一人だけ。おう、まあ、正確に言うと2人だけ。おう、はい、その人たちだったらもう不倫していいよって言われてます。あ、ちょっと今光ったんで静かに。おい一番いいとこではい、ちょっと、はい、これです。ビッグね。見てくださいこの光、今すごいね。これ携帯で見えるからね。これね、こちらです。負けかい。負けかい。こういう時に限って負けかい。伊地さん、負けはいらないからね。マジで終始にもマジでいらなかったからね今のところ。そうよ、だって今俺投資2000円だから、うん、今のでビッグつけて、うん、そのまんま最後まで追加投資なかったら、うん、もしかしたら1万円返してもらえたかもしれないけど。返してもらえたかもじゃないんだよ、もしかしたらね。え返しなさいって言ってるのずっと。1円玉で返して。1円玉でいや、ちょっと迷惑なんでやめてもらっていいですか。1円玉、うん、1万1円にして利子つけて返す。あ、いらないです、ごめんなさい。じゃあ1000円札でいい。1万円札で。1000円札11枚だったのいいの。1000円札11枚にしてくださいじゃあ
それはいいね、それはいいね。1000円はでかい。1000円はでかい、うん、バイト1時間分だからやっぱそれでかいよ。やめてたら福祉のバイトに全部例えるのね。わかりやすいでしょ。小沢いいじゃん。何を。福祉のバイトさ、はい、10時間さ、うん、あ、相方のためだもんなって思って働けばいいじゃん。なんで相方のために福祉のバイトしなきゃいけないの。いいじゃん、運命。お前家族のために福祉のバイトしてんだろ、うん、お前相方は家族以上のものだろうが。相方のなんでパチンコ代を稼がなきゃいけないの。やばいよ言ってること。ジャグラー代を稼がなきゃいけないの俺が。本当に嫌になっちゃうわ。俺の奥さんが不倫していい人の話どこ行ったの。じゃあ聞きましょうか。小沢の奥さんが、うん、小沢がこの人となったら不倫していいと思ってる人がいるんですね。一人。そう。誰ですか。加納姉妹。どういうこと。加納姉妹だったら俺不倫しても許してくれるんだって。なんであんなナイスバディな人とのそういうのは二度と経験できないと思うから、はい、私も興味出ちゃうって言ってた。まあ確かに小沢って本当に無類のおっぱい好きだもんね。そう、無類の。そう、加納姉妹だけは許してくれるんだって。じゃあ逆にさ、はい、奥さんがさ、うん、浮気したって言ってさ、うん、あの人だったらまあしょうがないかと思うし誰か。大谷翔平選手。ちょっと静かにしてください。ピカったんで小田さん。おい、ちょっと静かに。光ったんで。すごいタイミング。大谷翔平選手でピカってなった。はい、行きましょう。あべ、3枚押しちゃった間違えて。ここはビッグでいいよ。ビッグで怪しい。オッケー。おい、ありがとうございます。ナイス。加納姉妹って言われた時ちょっと面白かったな。奥さんに。奥さんに加納姉妹だったらいいよって言われて。なんでそんな話になったかまず聞きたいんだよ。ねテレビ出てて加納姉妹が、はい、で加納姉妹好きなんだよねって言ってて。それもないのよ。なかなか加納姉妹好きなんだよねっていう人は聞いたことない。奥さんが言ってて、で、あ、そうなんだね、まあでもすごい綺麗な人だよねとか言ってたら、うん、あの加納姉妹だったら不倫してもいいよってその場で急に言われたの。なんで。わかんないけど。小沢、はい、もう一回売れるためにしてくれ。加納姉妹二人と、うん、小沢真ん中で、うん、ホテルから出てくるとこ取られてくれ小沢。売れる。そしたらそれやったらなんか今やっぱ世間の方々不倫とかやっぱちょっと許してくれないじゃない。許、うん、れない今のこのご時世、うん、あ、ちょっと光ったんで小沢さん。ちょっとすいません。不倫のタイミングですいません。小沢さん絶好調じゃない。どうでした。まだ。おいおい、バケかい、バケかい、バケかい。やばい。500。小沢さん、はい、でちょっと関係の話いいですか。はい。自分の所有物にできるならどっち、うん、所有物。はい。1、東京スカイツリー、はい、2、埼玉スーパーアリーナ。はい、どちらでしょう。埼玉スーパーアリーナ。おい、なんで。え、なんでだってスカイツリーあったって、うん、何に使うの。あれだよ、埼玉スーパーアリーナあったところで、うん、それを別に貸し出して利益とかダメだよ。ああ、だから所有物だからね、自分の、うん、だったらなおさらでしょ。パーティーできるじゃん、あんな広いところ。あんな、あそこで、うん、で、遊べるじゃん。遊ぶ用途はめっちゃあるから。まあそっか、広いから。まあそっか、鬼ごっこやったら超楽しいよ。俺でもちょっと、うん、小沢の今理論があってからちょっと埼玉スーパーアリーナなびいたけど、うん、俺スカイツリーだったんだよな。なんで。だってさ、うん、スカイツリーさ、うん、めっちゃでかいじゃん。でかいよ。すっげえ遠くから見えるじゃん、うん、あれ俺のなんだぜっていう優越感が半端じゃない。いやいやいや、だから結局、うん、自慢したいってことでしょ。まあ、自慢というか、まあまあ実さんは、まあ、すごいよな、いいよねっていう、うん、やっぱ実用的な考え方しちゃうから俺は。実用じゃないよ、あんなでかいところ。でも遊ぼうっつって。お前で、あそこでバーベキューやるってなるじゃん、うん、まあグラウンドでやるわけじゃん、うん、グラウンドの真ん中でやるよね絶対。そうだね、端っこでやんないよね、うん、
グラウンドの真ん中まで食材だの椅子だの、うん、コンロだの運ぶの大変だよお前いやいや、まあ、そうだけど、じゃあ、うん、あのビッグモニターで、うん、大乱闘スマッシュブラザーズ大会で最高でしょそれ、めっちゃ盛り上がるじゃん。スマブラ俺全然やんないけど、うん、ゲームその使い方あり？ありよありよ。それはちょっと魅力的だな魅力的だったんかい。光りましたわ。光った。光りました。投資は1万8000円です。1000。一回ビッグ欲しいですねここは。いや大丈夫です、バケでビッグでございます。ありがとうございます。いや一旦ね、バケだよ小沢さん。一旦それこそこれ言ったら伊地さんもう埼玉スーパーアリーナってなるんだけど、はい、もう一撃食らわしていいですか。何ですか。もうカラオケ機材セッティングして、はい、あそこで歌ったら、はい、もうアイドル気分ですよ。いや感じちゃいますよ。それはちょっと外に自分の歌が聞こえちゃうから。パーティーでさ、はい、好きな女の子呼んであそこで歌ってやったらもうアイドル気分。まあ、埼玉スーパーアリーナ自分のものだったらモテるだろうな。そうよそれは。そうよ、スカイツリーなんて上登って夜景見ることぐらいしか目的ないんだから。しかも俺怖いからあんま登りたくない。いやじゃあダメだよ。俺は犬の散歩とかできるだけでもう埼玉スーパーアリーナだわ。いやそうよ、もうあんなもう無料開放ドッグランなんだから。もうそれだけでそうだわ絶対。そうよ、なんかごめんな小沢いや全然謝るようなことじゃないけど、なんかごめんな小沢。全然いいんだけどそれは。じゃあちょっと加納姉妹のさ話がさっき出たからさ、はい、どっちがいいこれ。見るならどっち。見るならうん、うん、いくよ、うん、スマップ、うん、一夜限りの、うん、再結成ライブ。あーいいね、見たいね。最前列見たいね。それと、うん、それか、うん、加納姉妹の生おっぱい。光りました。はい、え光りました。おい、加納おっぱいピカじゃなんだよね。加納姉妹の生おっぱいピカでした。じゃないんだよねもう一発ビッグでもいいけどな。よっしゃビッグ。よっしゃじゃないんだよ。負けいけよ。あのさっきの質問、はい、私はスマップです。見るならそうスマップの一夜限り。一夜限りです。小田さん、はい、私もですいやあのおっぱいは、はい、見ちゃったら、はい、やっぱ触りたいっていう欲が出てくるでしょ。じゃあ、うん、スマップ、うん、一夜限りの復活コンサート最前列、うん、か、うん、加納姉妹、うん、生おっぱい、うん、一パフ。いやスマップだな一パフじゃ弱い。え、じゃあ何だったら加納姉妹ですか。いや、まあ、一夜限りだけるだったら加納姉妹希少俺加納姉妹一夜だけるでも俺スマップコンサートだからな。俺それカッコつけてるよ。いやいやいやそれカッコつけてる。いやいやいや本当にいじっちゃん、そのカッコつけはやめようよ本当に。話し合いできなくなっちゃういじっちゃん。いや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 、だってあのはい光った、おめでとう。はい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 、ビッグおいナイス。はい、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。おー光った。3回目。おい、そろそろバケよ。おいバケ、よっしゃ。はい、オッケー。じゃあもう2択いっていい。またはい、いっていいですか。はい、どっちがいいですか。一つ目、うん、大河ドラマ、はい、小沢慎一郎、うん、放送小沢の人生が大河ドラマみたいな感じで、うん、もちろん出はしないよ自分は、はい、ただ小沢の人生をこう豪華な役者さんとかが、うん、小沢慎一郎という大河ドラマとして、はい、
返事してくれます、はい、それか、うん、2つ目、うん、休日として小沢記念日っていう、うん、小沢誕生日が休日になります、うん、はい、どっちがいいでしょう。絶対に休日になった方がいい、ね、なんで絶対にそんなもんそうでしょなんでなんで。いや俺みたいな人生大河ドラマになったところで誰も見ないしで視聴率悪かったらめちゃくちゃ叩かれそうだし。休日はなんでいいの。休日はだってみんなが喜んでくれるじゃん、休みだっつって。そう、なるほどね。絶対に。じゃあ小沢はどっちがいい。これこっから、うん、あーでもダメだ、もうダメだ、それはやっぱダメだ。何ですか。小沢が結婚する前に来たかった。まあいいよ、じゃあ結婚してないとして、ないとして、うん、もうこっから死ぬまで、うん、ずっと年収100万。はい、ただもうありとあらゆる女性にモテまくります。もうか、うん、ごめんなさい、女性に全くモテないです、うん、全くモテない、うん、ただ、うん、いくら使っても、うん、どんどん金が有り余ります。もういくらでも。光りました、光りました、僕も。ああすごい、僕も光ったんで同じタイミング。バケだ、バケです。いいよバケね。なんかこの子新しいマイジャグ、この新しいマイジャグいろんな光り方するのにプレミアムの光り方しないな。なるほど。でも第二テンションで変わる時あるからね。でも変わんないわ。バケだバケだ。なんだっけ、年収100万で、年収100万だけで、うん、もうありとあらゆる女性からモテますもん、うん、それか、うん、女性にはごめんなさい全くモテないけど、はい、金がどんどんいくら使うも湧いてきます、うん、はい、どっちがいいですか。その100万はもう増えもしないし減りもしない。そうです。あ、だ毎月8万ぐらいですね。8万ちょい。ただ女性からはとんでもないぐらいモテます。うわ、もうそれこそ宇垣さんとかも誰でもよ、もうありとあらゆる女性がちょっと君って言ったら、あ、小沢さん、みんな来ます。100万で女性にモテまってくるよ俺は、うん、そっちだな、そっち。はい、到底嫁子供いるやつと思えない発言、うん、やっぱ養ってもらうことができるしねそれだったら。伊地さんだって絶対そっちでしょ。ん、伊地さん絶対そっちでしょ。だって俺、うん、俺はでももう今彼女もいるし、別に今の生活でもっと頑張りたいと思えてるから、うん、今のままでいいです。うるせえ、カッコつけんなよ。え、光ってんだよこっちはあなたのコメント待ったの今。ビッグっぽいな。あ、バケいいね。じゃあ小沢、もう一個質問しちゃっていいかな。もう聞くね。いい、いいよ。じゃあもうこれだわ。何、誰、もう日本人でも、うん、外国人でも、うん、何でもいい、誰でもいいです、うん、誰かに生まれ変われるとしたら誰がいい。うわ、誰でもいいです。マジで大谷翔平かもしれない。ああ、やっぱでもいいラインだわ、いいライン、うん、スポーツやったことないから、はい、だからあんだけなんだろう、すごい人って、はい、どんな気持ちなんだろうもそうだし。なるほどね、うん、でもいいラインで俺と似てるわ。カール・ルイスとかもそうかも。足速い人って、はい、どんな気持ちなんだろうが、ね、勝つね。伊地さんは。でも俺別にその高望みはしないけど、うん、世界が平和になってくればいいなって思ってる。全然質問の答えになってないのまた外れすぎてんの。え、何を言ってんの。うん、クリスチアーノ・ロナウドです。あー、だからそっちだね。いやだって、うん、何がいいってね、イケメンで才能あってお金持ってモテる、うん、ある。ほんで子供もいて幸せよ、家庭も多分。そうだね。まあ、あと俺誕生日一緒だし。それは知らんけど全く同じ日生まれてる。1985年2月5日。そうなんだよね、一緒の誕生日なんですよね。
こんなに違うんです一方でもこうやってジャグラー打ってる人生も楽しいよ。いやそうだよ、こうやってクリスティアーノ・ロナウドはジャグラー打てないからね、打ちたくても。ジャグラー打つ楽しみは知らないだろうね。知らないよ、これの楽しさは。そうだよ、メッシよりロナウドなの。やっぱね、ルックスが違いすぎ。やっぱね、まあ、確かにロナウドかっこいい。顔はやっぱロナウドでしょ、やっぱり。確かに。あと俺と同じ誕生日だし。それ関係ないの。え、別にそれ関係ないの。関係ないですよね。うん、それ言えば言うほど切なくなんない。それ光りました。すごいね、すごいね。当たってから全部100回転以外。ビッグ、はい、いいよ。伊地さん何回転目ですか？211回転。あ、結構回ってますね。へい。やばい、もうちょっと飲まれるよ。あれれ、幸先良かったのに。はい、お、やりました。いいね、211回で。219回ですね。あ、いいですね。はい、やりました。はい、ビッグ、はい、ナイス、ありがとうございます。いいよ、ありがとうございます。なんかこうコンスタントに当てて最初、結局府中店みたいに最後になって全の丸するパターンがちょっと嫌なんだよな、やっぱりな。はい、最後に飲まれてなくなった今何回転よ？今172。なるほど。ただ台はいいんだよね、136分の1。なるほどね。光りました、ありがとうございます。すいません、よいしょ、よし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 、はい、よいしょ。カメラを使って、ほら色が変わりますね、ほら色が、ほら、はいはいはい、これでいきましょうか、今回は。はい、ありがとうございます。はい、すいません。ビッグ4は絶好調じゃないですか？絶好調でいいですね。投資は？え、投資、投資は2000円です、うん、あら、最高じゃない。最高だよ。あと30分ぐらいですか？いやこれあと30分でしょ。大だ。そうなんだよ。今400ぐらい？今400ねえ。なんかまあね、平井700まであるからね。そう、でもうー、なんかそろそろ当たるんじゃないって思っちゃうじゃん。俺小沢 600g でいきそうな気すんな俺。わかんない。いや、そうなのよ、みんなわかんないのよ、結局。でも600ぐらいな気がしちゃうだけよ、俺小沢は。なんなら、俺も600ぐらいまで行って、当たって、うんうん、いいタイミングで、終了が出てくる気がする、うん、なるほど、ま、俺は小沢が、600ぐらいまで、生きると思うんだよね、うん、生きる、うん、どういうこと？600歳ぐらいまで。そういうこと言ってんの、うん、バカなんじゃないの？ええ、俺のこと何だと思ってるの？小沢はやっぱ600歳ぐらいまで生きる気しちゃうんだよな、なんか。いやだ、いやだ、いやだ、一人で死にたいです。人類が滅びても小沢は600歳ぐらいまで。死なせて死なせてってやめてね。死なせて、だってここからあと570で生きるんでしょ絶対嫌なんだけど絶対に嫌だな。ね、美術さんってやっぱさ、うん、あのいい意味でだけどやっぱ、うん、変なもん調べたりするじゃん。うん、あの思う、何あのなんだっけ、
人間が本当に何にも良くない、うん、あ、そうよそうよそうよ、ストレスも何も抱えなく生きたら、うん、体だけは400年生きるんですよ、うん、何で調べたの人は、俺それ調べるの好きなんで、何で調べたの、ネットでこれですか、はい、どうやって調べたんですか、ね、ネットの情報を鵜呑みにしてます、うん、いや、面白いんだよな、そういうの、そういうの見てるとちょっとね、うん、なんか考えちゃうんだよ、宇宙もそうだけど俺、うん、宇宙のさ、うん、こととかも考えちゃうともう俺ゾッとしちゃうんだよ俺。何宇宙のことって何考えんの。俺プラネタリウムとか好きでさ、はい、あ、光った、ちょっと光ってました久しぶりに光ったいいね、プラネタリウムで星の光が見えたんじゃないですか。あぶない、久しぶりに光った、この光がいいよね。お見てください見てください見てください、何ですか、プレミア来ました、お確定来ました、点滅です点滅、やった来ました、あー来ました、おめでとう、プレミアも来ないって言ったら来ました。エジスさん、はい、500回りました、ほらね、でも600って言ってたから600は行くんだよ、このパターンなんだよ、苦しいんだよ、はい、光りました、おだすコンスタント、すがしょっコンスタント、ありがとうございます、すいません、はい、レギュラーでした、まあまあ、はい、小沢さん出してよ、もうかわいそうになってきちゃうよ同情するなら金をくれ、うん、かわいそうになってきちゃう、すごい番組よこれって俺よく思ったら、だってさ、うん、仕事減ってきたっつって、うん、でも嫁子供も飯食わせなきゃいけないっつって、うん、もう福祉の仕事頑張ろうっつって福祉のバイトして、うん、時給1100円で頑張ってる男に、うん、自腹で打たせる番組だからね、そういうことよ、すごい番組だよこれは、よくよく考えて、これは考えてもない、でそれを言われてるスタッフが今笑ってるからね、いや、やばいよこの番組は、すごいよこれ、すごいよ、だって仕事に来てんのに、うん、マイナスで終わる可能性がある、そうよ、しかも別にそれで毎日別にまあいいじゃん、売れて仕事稼いでんだから金があって、うん、いうやつだったらいいよ、うん、バイトしてまで頑張ってるやつに自腹でやらせんだから、うん、こいつはバイトしてんだよやばい番組よく考えたら、ね、俺もう8000円使ってるのよ、うん、投資してんのよ、うん、何回も言うけど8時間分なのよ、うん、いやそうだよ8時間よ、何歳の子を見てんの、小学生、あ小学生なのか、はい小学生です、学童みたいなこと、そう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 、あ学童、そうそうみたいなね、なるほどね、うん、でも小学生めっちゃやんちゃだろう、やんちゃよ俺だって、一人の子に普通に小沢先生嫌いとか言われるから、先生って言われてんだ、そう小沢先生小沢先生って言われてんだ、男なのに女の人みたいな髪型してる、長いからね、そう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 、え教員免許取りたいとか思わない、教員免許は教師でしょ、先生でしょ、いやそうだよ、うん、それは思わない、なりたいと、いやまあまあ俺勉強できないですし私、うん、そうそう、それは頑張ってください小田さん光りましたんで、小田さんすごいよ、小田先生光ったやだな、そんなこと言わないで、小田先生光った、やだやだ、あの子たちが将来ジャグラ行ってると思ったらちょっと嫌になっちゃう、小田先生ペカったねえ、レギュラーです、うわー1個欲しかったな、ねえここ1個欲しかったな、イジスさん、はい、580、ほら来るよ来るよ、何来るよ、いや600って言ってたのに、あ、じゃあ600来るよ、まあでも俺700いきそうな気もしてきたんだよな、もういや700、700、平井700、いや600台ですよ、やっぱやめとけよかった、もうやめらんないよ、飲まれ、飲まれた、まだ意外とコイン持った、あ、いかった、
すごい光ったチェリーで光りました。絶好調。負けっぽいな。負けっぽい。ビッグ頼むよ。おー、ビッグ。おー、ビッグ。ビッグ勝ってるじゃん。もしかしたら1万円返してもらえるかもよ、小沢さん。いや、絶対返して。もしかしたらだけど。ダメよ、絶対返して。まだ詳しい、確かなことは言えないけど、まだダメよ。あと10分だそうですよ。あと10分。ハマっても、余らしたままもうやめてよ。俺はね、ハマったまま終わると思う。正直それやだな。それマジで辛いな。でこれあと10分って書いてあるけど、逆に言うと絶対に10分打たなきゃいけないのよ。やめれない、で本当に10分後に終わらないといけないのよ、はい。だから10分間、そんだけハマって出てもすぐやめなきゃいけないっていうね。そうで、ここに来て俺は追加投資だよ。うわ、残り10分での追加投資やだな。俺はね、この展開だと思ってた。やだ。だから言ったでしょ、あと10分なんでもうやめていいですよじゃないの。10分間打たなきゃいけないから。辛いね。投資させるためにあの人は。だって小沢、その追加投資でさ、1000円で1000円ずつやってるけど、その1000円稼ぐと1時間働かなきゃいけないよ。そうだよ、僕の1時間ですからね。そうだよ、時給1000円の男が1000円使わなきゃいけないから。嫌になっちゃうよ、もう。大変だよ、大変だよ。俺今自然と舌打ちしたしな。ナチュラルに。ナチュラルに。ナチュラル舌打ちはもうタレントとしてダメよ。タレントとしてもダメだけど、福祉やってる人間からじゃダメ。どっちとしてもダメよ、舌打ちは。ダメですね、絶対。700いった。出ました。出た。久しぶりに見た。久しぶりの平井700でございます。平井700、久しぶりに見ました。素晴らしいです。ここに来て、ちょっと本当また外れなこと言っていい？何ですか？なんでまだやってんの？残り3分ぐらいなのに、なんで終わりですって言わないの？何回ハマってるんですか？759。うわ、つらい。そんでまた追加だから、小沢からしたらさ、1000円でも投資したくないからさ、1秒でも早く終了ですって言ってほしいわけでしょ。そうだよ。でも多分だけど、この貸し出しボタンを押した瞬間ぐらい終了って。多分、ああ、もうだから性根が腐ってるからね。彼らはその皆さんからしたら、別にいや、やってるんだからいいじゃんって思うかもしれないけど、小沢からしたら1時間分だからね。そうだよ、1時間、俺の1時間よ。小沢、何？そんな気持ちが残ったら誰も笑えないって思う。この番組で確かに愚痴言って俺の1時間で笑えないです、そんなジャグラー。でも逆に小沢、はい、一回ペカらしてくれれば、変わってくるわけだから全然。だ、確かにね。逆に、あ、よかったってなるかもしれない。そうだね、そうだね。ここでのワンペカ、ワンピックはめっちゃでかい。めっちゃでかい。ありがとう。俺バケ担当だけど、今回はビッグ応援してくれる。ビッグでいいです、今回は。ありがとう。さすがにやっぱこの番組の達成するかどうかは、やっぱ小沢の生活が大事な一番。ありがとう。そりゃそうよ。皆さんもよしとしてくれてるかな。見てる方も。だからまずペカらしてくれ。そうだね、ペカらないまま終わんのはかわいそすぎる、ちょっと。確かに、そこまではめて。終了。はい、見て、取って、取ってこれ。801。つらいな。それでのやめはつらい。春ですね。もう日が伸びてね。そうですね。ここでエンディングをしてるときは毎回なんかちょっと暗かったけど、明るくなって。過ごしやすい季節になってまいりました。小沢さん、はい、エンディングさっと進めてもらっていいですか。進行お願いします。エンディング。はいはい、もう終わってるんで。何のエンディング。小沢さん、エンディング早く。え、いいですか。ごめんなさい、お願いしていただいて。ごめんなさい、ちょっと何のエンディングか分かんなくなっちゃった。エドスパトスロゴスのあの、はいはいはい、あれやってた。今収録中です、すみません。あ、そうですか。はいはいはい、あれやってました。やってました、小沢さん。打ってました、僕。はい、じゃ あのここ2時間ぐらいの記憶がなかったもんで。いやいやいや、あ、じゃあ2時間ぐらいの記憶ないんだったら、まあ教えてあげますと、1万1000負けました。あ、はい、ええー、
11時間分です。11時間分芸人は盛りすぎ、1100円なんだから、10時間1時間持ってるわそれは。あ、そうかい、うん、あららら、10時間働いてください、福祉で。あ、そうか、頑張ろうバイト、はい、小田さん、それか、うん、頑張って、うん、なんか営業かなんか仕事を取っていただければ一本で終わるんで。あ、そうか、お願いします。はいはいはい、どうだったんですか、実さんは。私ですか、うん、私はビッグ6のバケ5ということで、おめでとう。そしてですね、年が2000円年の648枚、うん、強いよ、ありがとうございます。取ったね、いただきました、すいません。わー、嫌な気持ちになる。あそこが分かれ目だった、小田さん、最初の大選びで、うん、俺が先にあの台打ちで取ったのに、うん、小田さんが打ちさそうにしたっていう、あそこでがちょっと分かれ目でした。小田さん打ちさそうにしなければ僕があの台だったんで。いやそんなこともしましたっけ。しました、小田さん。あれ、小田さん、すいません、あれ、申し訳ございません。あ、そうですか、はい、小田さん、結果の方はレギュラーが、はい、レギュラー担当だったんで3回、はい、ビッグもちなみに3回で。でもその確か、ねうん、ノルマとかで言ったら達成しますから、3回ノルマは達成した。ありがとうございます。そう、はあ、いいね、小沢さん、うん、ね、まあこれで1店舗目ね、府中店さんで貸した1万円も返ってきますから、うん、まあそれに気持ちがね、いくら乗るか、うん、そこを楽しみにしてますよ、私は。これ記憶がないんですけど。おい、お互いに記憶なくしたらもう進行できないだろ、そんなもん。なんですか、成立しなくなる番組が。それ一個なしじゃん、それ。あるよあるよ、俺の気持ちだったら。トータルね、俺、うん、プラスになりましたけど、うん、だってそんなにプラスないんで、うん、この1枚ができたらプラス1もプラスになるんで、うん、くださいよ、小田さん。やべ、どうしよう。こもそんな。ごめんなさい、はっきりと言うけど、まさかの、うん、ピースにしてください、ピー入れて。かもしれない。まさかの、まさかの、うん、危ねえ危ねえ。いや、あ、じゃあ最後ないんですもん、だって超1万円が。見せましょうか、うん、見して見して、何が入ってんの、そんな感じ。返せよ、返せよ。ちょうど入ってました、1万円。返せよ。すごいよ、1万2000円しか入ってなくて2000円で終わったんだから。返せよ。よかったね、小沢さん。うん、それでなんかチャラになった感じするし、ちょっとチャラになった感じする。チャラじゃないんだよ、おかしいんだよ、この感覚も。ちょっとチャラになった感じするよね、うん、それで。よかったよかった。見事勝利ということで。皆さんぜひ高評価、コメント、チャンネル登録ですね、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、また次回ね。というわけで、ね、絶対リベンジね、うん、次頑張ってください、小田さん。頑張るよ、絶対。あとあれですよ、小田さん、何、別にエトスパトスロコスだけじゃなくて福祉の方の相手も頑張ってくださいね、小田さんね。頑張るよ、はい、10時間分やるよ、こっちは働くよ。というわけで、次回もまた見てね、うん、バイト行ってくるわ。